こんにちは下です今回はワークマンのムーブアクティブサイクルジャケットについてお伝えしたいと思います。右手側が2020年モデルのものですね。ちょっと派手派手しくデザインになってますけど、左手側が2019年モデルのようになっておりますで。こちらの方ですね、両モデルとも現在ワークマンで並んで店頭で売られております。で、こっち2020年のモデルのものになるんですけど、まあ2900円という形で、両方とも現在2900円で売られています。旧モデルのものも2900円です。だもんですがどっちを買っ どんなものかと迷ってしまうような方もいられるんじゃないのかなと思ったもんですから、えー、2020年モデルのものも自分で購入して、ちょっと試しに使ってみて、まあ、得られた結論というか、ざっくりした主観の結論なんですけど、2020年モデルのものは大体、えー、いい10度くらいから、まあ、20度ちょっと超えるぐらいの、えー、温度帯で使えるんじゃないかなと思いまして、左手の2019年モデルのものは、えー、完全に20度以下から使えて寒い時期に、えー、使えるんじゃないかなと思っております。 両方を持って使い分けるとしたら、温暖な静岡なら、2020年モデルは10月から12月いっぱいと、3月後半から5月頭ぐらいまではなんとか使えるんじゃないかなと思います。そして2019年モデルですね、こちらのものは11月から3月いっぱいぐらいにかけて使えて、10月よ、4月は朝晩限定ですね、日中暑くなるような、10月、4月は朝晩限定なら使えそうですね。 それ以外の期間が全く使えないということではないんですけど、あくまでその期間なら快適に使えるんじゃないかなと思います、それが得られた結論です。はい、カメラ寄りまして、2019年モデルから20年モデルに変わって、何が変わったかというと、まあ、通気性とえ群れに対する快適性、そしてえ変わったことでえ保温性は多分落ちちゃってるんじゃないのかなと思います。まずです、ね、2020年モデルですが、2019年モデルのものと変わって、胸元のですね。 こちら胸元左右ですね、こちらにスリットというか空気が通り抜けている,いるような穴が、ま、設置されています。そしてですね、中はこういった形で、ま、肌というか、まま、服と触れる部分ですけど、ま、全般的にこういったメッシュのものもが採用されているような形です。そしてですね、ま、腕とか肩があの結構熱気とか胸が困りやすいんですけど、脇に空気、えー、穴というか、ま、メッシュ状の、えー、ものが採用される形になって、 であの通気性を、えー、確保していますそしてですね、えー、もう一つ、こちらあの派手派手しいプリントになっている部分なんですけど、こちらはの、えーさまあ、この黒いポリエステルの生地に直接、まあ、プリントされていて、それだけのまあ,あの薄めの生地になっている関係で、まあ、腕にも採用されてますけど、これで結構腕が腕の周りがかなりよく動くような印象で、あの快適になっている印象を受けます。ただ、えー、そしてですね 19年モデルの方ですね、こちらはですね、えー、先ほどと2020年モデルと同じように、黒いフィルのポリエステルの裏側はの布状の、えーま、た繊維が一緒に貼り付いてるのかなとは思うんですけど、でそれでちょっとまあ厚,め厚くなって、2020年モデルでは厚いような作りになっているのと、あとこういったさっきのス,スイートはないものですからね。 そんな形ですね。ただこちらの方が、まあ、2019年モデルの方が保温性は高いんじゃないのかなという、えー、感じがします。そして、えー、2020年モデル先ほどあったスリットのある関係もあって冬の寒い時にやっぱり空気冷たい空気が入ってきちゃうんじゃないかなという印象も受けるものですから、えー、寒い時には19年モデル2020年モデルは、まあ、比較的、えー、5月とかあのちょっと暑くなる手前ぐらいまでは使え ようよな印象を受けるそんな形で、多少ないともあ、あったかい時には20年モデルで、寒い時には19年モデルという、そんな風にな扱い分けというか、そういう風に使っていけるような印象を受けたわけです。はいはい、カメラがさらによりまして、えー、まもう一つ大きく変わった点が、ね、背中のポケット部分になります。こちらはです、ね、あの2019年モデルの方ですねこのような形で、えー、4つ 左右に2つ、真ん中に2つあったんですけど、こ真ん中の2つっていうのがちょっと細長くて、中央用途に、えー、困るような形でしたね。な何にいるんだタイヤレバーとかエナジーバーとか入れるには良さそうですが、ちょっとこれははてなでしたで。左右のところもですねあの高さ、深さ、端っこが9センチしかなく、えー、中央は17センチあって、まあ、ある程度深さあるんですけど、まあ、これ、 物を入れておいて、普通に走っているときはいいんですけど、ジャケットを脱ぎしたりしたときとか、あとはちょっと姿勢が変わったときなんかに、入っているものがぽろっと落ちるんじゃないかというちょっと不安を抱かせるような深さだったものですから、まあ、ポケットあったんですけど、ジャケット使ってはいたんですけど、ポケットは全く使うことがなかったです。それがですねこれ20年モデルになりまして、えー、3つになって改善されているような形です。 高さもですね端っこをスローピングしてますけどこちら高さ1 2センチこちらの深いところだと2 0センチあって、えー、まあ十分使えるようになったかなと思って実際使ってみたんですがそれがですね入れるとあの物を入れるとこの完全にジャケットの下のですねテープというかもうほんと腰の下の位置まで物が来てしまうもんですからこれってどうなのかなと思います。通常のですね えー、ジャージのポケットの位置見ていただくと分かるんですが、ビアンキのジャージの、よいしょ、なんですけど、はい、ポケットの一番下限というか一番下のラインがあのジャージよりは3、4センチ上に設定されていると思います。そういうことによってのものが、まあ、あまり下にいかないように、えー、なっているんですけど、こちらのワークマンの方は、 ちょっと自分が M サイズの体なのに、まあ、冬場用って私で L サイズ使ってることもあるんですけど物が下に来すぎてしまうという状況もありますまあこちらの美ンキのジャージも実は L サイズなんですよねこれまあそういったところでちょっとあのまだ改善の余地があるというか良くなりきれなかったなという印象をポケットについては持ちましたはい、はい、以上のようにですねどのような違いがあってどのように変わったのかをお伝えさせていただきました はい、そしてですね、こちらの商品の一番乗りは、やはり2900円という、えー、手に入れやすい価格だと思います。他社製品のですねあの1万円超えの商品、ま、ジャケットですとか、ウィンドブレーカーに比べると、ま、だいぶ手に出やすく、手を出しやすくあの、通勤用ですね、毎日使う通勤用ですとか、あのま、そういったものに、えー、使い倒すものには最適だと思います。 はいそしてですね自転車始めたばっかりで、そんなにまだいろんなものにお金かけたくないよって方には、ま、ずこれだったら手に入れやすいんじゃないかなとも思います。ただ、ですねあのやはりガチ勢の方とか、あとは遠くに、えー、自転車で走って出かけるときには、こちらちょっと重さが多少気になるようなところでもありますし、そして、えー、パールイズミのウィンドブレーカーなどと違って、ですねこれくしゃくしゃくしゃって言ってコンパクトになって、背中のポケットに入れて収納できるようなこともないもんですから、そういった点では、えー、ね というと使いいにくい部分もあります、まあ、自宅の前で50キロぐらい圏内で,では走る前なんだったら特に問題はないと思うんですけど長くなったりとかのカードに練習する方にはちょっと向いてないかなという商品だと思いました。では、こ,のとこ,こんなところで動画を終わっていきたいと思います。ごご視聴ありがとうございました